い、どうもこんにちは、高橋です。今日も元気にいきましょうね。Yes. はい、今日の動画なんですか。漫画アニメのクマクイズ。え？なんだ。クマ。クマ。クマですね。ベアね。ベアです。はいはい、はい。目の下。犬猫が、うん、動画公開されてるんですけど、はいはい。なんか鳥もやったよね。まあ、ね、鳥もやったんですけど、まだそっちは出てないんですけど、はい、犬猫の伸びがねちょっと良くてですね。やっぱクマをちょっと次はねやろうかと。犬猫鳥クマ。なんでクマということですね。もういろいろやりだすだ、それ魚とかやりだすでしょ、もう虫とか。魚もありますね。いろいろやる。いろいろそのシリーズやっていく感じ。クマ、クマそんないる？いるね。まあちょっと少なめではありますかね。はい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 、まあね。しか知らないだからクマ。クマをじゃあ、ね、クマのイラスト出るんで名前を当ててほしいということですね。はい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 。名前はね。なかなかだよなこれな。うん。というクイズでは1問目。いけるかこれ。いけるのかな。こちら。あ、まあそう、この人よ、この人はもちろん。あ、有名人だ、有名人。もう代表だよね。うん。キングだよね、クマ界の。クマキングだよね。クマ界のキングでしょ。クマ界のキングって何だ。クマ界で一番有名なんじゃない。まあ確かにね。ね、はい、はい、はい。名前でいいんだよね。キャラの名前でいいんだよね。名前でいいです。はいはい。では K さん。はい。はい、バーン、プーさん。はい。プーさん、高橋さん。バーンさん。正解はプーさんです。変な声聞こえたのよ。変な声聞こえたね。プーさんでしょ。変な声聞こえたんだけど。プーさん。変な声聞こえたね。声優だったらいい。声優だったらいいのに声優じゃないから変なキモかったけどなんか。自己紹介だから。自己紹介。向こうそう自分のことプーさんって言ったからね、なんかね。プーさん。うん、これ。僕の蜂蜜食べちゃったの、プーさん。これだよね。すごいな。プーさんいいですね。では次、こちら。はい、ああ、うわ、この方もいらっしゃったね。ああ、そうか、そうか。これもまあ、結構、熊界の、ね、まあ、重鎮だよね、もう。重鎮感あるよね。まあ、日本だもんね。日本だと確かに、日本のどんな感じだね、だからね。日本のどんってなんだよ。うん。やっぱ全世界のキングは、プーさんだけど、日本は確かに、どんなイメージある、この方にまず話通さないとかはあるね。熊界で言うと。熊界で言うと。熊界。熊界にどんとかあんの、別にそう。犬界、猫界にあんまなかっただろう。なんかクマってそういうイメージない、なんかそういうなんか勝手なイメージ、対照的な、そうそうそう、なんかその何、縦社会のイメージが勝手にあるんだけど、なんかクマキャラって、まあ確かあんまいないのか、そういう意味では。そのなんかね、あんまいないもんね、ドーンって出てくるもんね、確かにこいつだみたいな。うん、そうそうそう、どっしりした感じするよね、やっぱね。確かにな、まあね。はいはいはい、これだっけ。ではケイさん、ボン、リラックマ。リラックマ。はい、では大橋さん。はい、リラックマ。正解はリラックマです。はい、ちょっとカタカナひらがな表記はちょっとあれ、ちょっとわかんないんでね、そこだけ、ね、あ、まあいいでしょう。うん、はいはい、リラックマね。あ、確かに日本だとだいぶ有名か。海外的にどうなんだろうね、うん、リラックマは。これあれだよね、中人入ってるやつだよね、うん、本当そういう設定のやつだよね。え、そうなの。あれ違ったっけ。そうなの。あれじゃなかったっけ、中おじさん入ってるみたいな。本当だ。そうそう、そういう設定なのよ。いきなり OL のカオルさんの家にお邪魔したまま、お世話になり続けている着ぐるみのクマ、うん、そう、中に入っているのは誰かは不明、うん、怖っ。そうなの。そういう設定なのよ。おもろい、ね、おじさんって言ってなかった、高橋さん。え、確かおじさんじゃなかった。なんかおじさんが入ってるとかじゃなかったっけ。ごめん、違ったらごめん、俺にわかだから。ただ誰かが入ってるっていう設定なんだよね、その着ぐるみでっていう、そういう設定なんだよ。ええー、ね、都市伝説とかありそうだね。やだな、これ都市伝説あったら。急にめっちゃ怖キャラになるじゃん。なんか昔のそういうなんかの事件モチーフにしたみたいなさ。いや、やだ。絶対そういうの言ってる YouTuber の方いらっしゃりそう、都市伝説系の方で。小焼きチャンネルにやってもらおうか。なんで小焼きチャンネルなんだ。なんで小焼きさんのスタジオじゃないの。なんでメインチャンネルでリラックマ動画上がんないでしょ。ワンピチャンネル。へえ、怖いわこれ。初めて知ったわそれ。そうなの、そうなの。おもろいよね、うん、え、おじさんじゃなかったっけ、うん、噂か、噂だっぽい、ね、うん、それで聞いてるだけか。不明にはなってんのかも。そうか、そうね。それ俺鵜呑みにしちゃってたの、うんうん、では次は、はい、一般的なら激ムズ、うん、ただ K さんにも激ムズかも、うん、ただ高橋さんはいけそう。こちら、そういうこと。はい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 、うわ、なるほど、ね、一般的には激ムズよね。はいはいはい、はい、まあ出てこない人も多いんじゃないですか。まあこれは種族なんていう、はいはい、まあ、まあ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 、うわ、なんだっけこれ。
まあスッと出るか。いやちょっと忘れちゃったな。これやっぱ重いキャラだよな、これな。あれなんだっけ。これあのちゃんと持ってんだよね、あの杖じゃなくてあれを持ってるんですよ。ピッケルを持ってるんですよ。これなんっけ、ちょっと忘れちゃったな。トレクルにあるんですね。うん、トレクル。あ、違うか。はい、トレクルやっぱすげえな、こんなとこまでやっぱあるんだもんな。ではケイさん。はい、バン。ハイキングベア。ハイキングベア、うん、高橋さん。はい、ハイキングベア正解です。やったー、すごい。ケイさん分かった。やったぜ。いや、ハイキングだかウォーキングだかどっちか忘れてたけど。はいはい、ウォーキング、ウォーキングもっと市街地歩いてそうだけど。ウォーキングベアだっけなとか分かんなかったけど。やったぜ。すごいね。すごいすごい。ハイキングベアね。これ一礼しないともう1時間正座させられるかね、山に。そう、1時間やばいでしょ。一礼しないといけない。そうそう。あの冬島に1時間正座させられるから。普通に知ってたの、ケイさん。トレクルもあって。いや、これトレクルじゃない、だから普通には多分トレクルで出てきて、はいはい、ちょっと覚えるみたいなありそうだもんね。まあ、あるよね、当時ね。そうですね、本当に細かいキャラまで出るから。そうそうそう、いいですね。そうだ、いたわ。では次こちら。うわ、むっちゃ有名じゃん。ボスじゃん。まだまだいるよね。うわ、そうだったわ。すごいね、いたわ。ボスいるじゃん、ボス。めちゃくちゃいるじゃん。4校いるじゃん、4校。ねえ。なんか4校なんだ。4校だよね。今んところ4校じゃない、まだここらへん。いやいやいや、ハイキングベア入ってるの。超強いじゃん、ハイキングベア。いや、そこは入ってないよ。残れるかどうかね、ハイキングベア、このまま。今、暫定4校だもんね。暫定4校だから。ここからちょっと外れてっちゃうからね。あ、ちょっとカタカナとかわかんないんで、すいません。あれでお願いします。はい、はい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 、まあね。はい、はい、では、ケイさん。バン、クマモン。おぉ、はいはい、高橋さん。はい、バン、クマモン。正解は、クマモンです。おぉ、いいね。クマクイズ得意だね。めっちゃいたわ。クマモンってすごいな。4校だったわ。これ4校 ?4 校じゃん。これ4校でしょ。どう考えても。現4校、超強いじゃん、この4校。ハ、ね、イキングベア。強そうだな。ポージングは一番4校だもんね。4校だね。ドンって感じであるもんね。では次こちら。うわー、ごめんなさい、ハイキングベアさん脱落です。暫定4校もう認定でしょ、これ。これ4校だよ、ね、いやちょっとわかんない名前、ね、なんだこれ。ちょっと待って、そうそうなの、名前が出てこない。うわ、わかんねー。いやちょっと待って待って待って、わかんの、わかるの、すごいわかる。鎖骨まで出てる、鎖骨まで、喉まで出てない。出てねえよ、じゃあ。じゃあ出てねえよ。出てねえよ、じゃあバッサリ切られた。わー、 C 行ってないからな最近。え、 C のキャラなのこれ。だよね、 C にあるよね、この人。うわ、 C だね。待って、マジでわかんない、ね、何 C?二人とも出てない。最初の文字とかいく？そしたらわかるよ、俺多分。鎖骨まで出てるんだから。鎖骨まで出てんだから、こっちとら。鎖骨までは出てねえんだから。出てねえよ。そしたらもう出るから。文字数聞く、文字数。なんだろう。あー。うん、最初の文字聞いたら俺わかる気がする。まあ、ちっちゃい文字とかも入ってるけど。うんうん。5文字？これ大事だよね、このキャラはね、うん、でも確かに見たことあるよ、このカバンを背負ってる女性の方とかいるよね。はいはい、ディズニーでね、うん、あー、いやー、なんで？はい、あー、もう絶対違うもんな、これ。はいはい、では、高橋さん。はい、ウディベア。キモ。全然キモいじゃん。もっと近づいてるのかと思ったら。全然鎖骨まで出てねえじゃんよ。マジで。まだ今でしか入ってない。ウディベア。ウディベア。では、K さん。バン、テディーン。テディーン。魔人みたいな名前してるな。ヘディーン。テディーン。テディーマン。テディーマン。絶対テディーマンじゃないだろ、みたいな。テディーン。マンつかないだろ。ちょっとこれ当てたいわ。最初の文字聞こうよ、これ。うん、違うでしょ、二人とも。二人ともまあ間違ってます。あ、最初文字、ダ。あれ出た、一応あー、分かった。鎖骨の人全然出ないやん。はい、できた、できた、できた、これだ。あれ、やべ、鎖骨全然出ないわ。これか。あ、はい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 、あー、出た、出た、出ました、鎖骨からバーン。はい、バーン、口からバーン。はい、出た、はい、さすがに大丈夫。では、これか、高橋さん。はい、ダッフィー。ケイさん。ダッフィー。ダッフィー、正解です。あー、まあこれポイントなし、あり、まあなしにしようか。なしね。まあ2人とも当たってるからどっちも行くよ。はい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 。あー、ダッフィーだ。うわ、そうだそうだ、ほら鎖骨まで出てたわ。じゃあ絶対これいけないけど、ちょっとこれも一応いきますよ。いけない？はい、こちら。うわ、そういうことか、そういうことか。同じね、ないよ、ペアのね。ペアで、ね、後から出たんじゃないかな。はい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 、かわいいね、これも。6文字。6文字増えた、増えた。最初文字も言っとくか。ああ、そうね。し。し。これはまあ無理かもね。はい、できた。ああ、
早っ、え、早っ、ちょっと待って、早すぎだろ。1、2、3、4、5、6、よし、来た。え、早っ、ちょっと待って、早っ。もう、ひらめきよ、ひらめき。ひらめき、うん、響きとひらめきが重なって、今すっごい降りてきた、急に。ストーンって。降りてきたの？うん。スポーン降りてきた？ストーンって降りてきた。ちょっと待って、これわかんないな。なんでそんな、そんな降りてくるこれ。死だよね。降りてきた。スッ。あ、待って待って。ここで行った、すごいね。ウリベア。ウディベア忘れて、ウディベア忘れて一回。あれなんかこんなんじゃなかったっけ。1、2、3、4、5、6、なんか、なんか違ったかな。はいはい、じゃあ K さん、はい、うん、早かった。バーン、シンフォニー。絶対違ったの。シンフォニー、降りてきた。まあいい名前だね。シンフォニーでしょ。違いそうだけどな、うん、では、たかしさん、うん、なんかこんなんじゃなかった。シャーメルン、シャーとかシューとか、うん、ちょっと忘れちゃった。正解はシェリーメイです。シェリーメイ、シェリーメイ、あーシェリーメイ、ほらメイメイメイ、シェリーメイだ。シャーメゾンみたいななんかなかったっけ。そうそう、シャーメゾンありました、あの通販のあの、ね、ありますよね。そうそう、だからちょっと違うなとは思いつつだったね。でも惜しかったでしょうね。シャーメゾン、ね、積水ハウスの賃貸住宅、そんなことですか。違います、違います、賃貸住宅じゃない、シャーメゾン違いました。通販じゃなかったしか。なるほどね。シェリーメイだ、そう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 、目ね、うん、シェリーメイ、あー、シンフォニーじゃないの。シンフォニーちゃんじゃないね。響きはいいけどね、めちゃくちゃね、響きはすごい、本当に響きの単語だし、ね、確かにそういう、ね、シンフォニーってね、そういう響きの単語だ。どういう意味か全く分かんない。ではもうちょっといきましょうか。、はい、こちら、はい、うわー、はい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 、え、これお、いける、これだったな、これ見たいんだよな、これは来たわ、おもろいっていうね、これは自信ある、あれ、これは自信あるね。すごい流行ったよね、一時ね。流行ったね。ねえ、一時流行った。うわ、でもここが分かんないな、またいつものやつ。またいつものやつ、いつものやつ、わー、ここ分かんないな。はい、はい、では K さん、バン、テッド、はい、ド、ド、いや、ドにします。テッド、ダデ、ド、タガシさん、はい、バン、テッド、同じド。正解はテッドです。はい、正解。うん、オッケー、英語だよね。そうですね。はいはいはい。結構あの口が悪いやつだよね。そうね。口が悪い熊の人形だよね。うん。では、あったね、こちら。うわー。ね、そう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 だ。この人も熊だ。もちろん。何のキャラかは分かるし、これが唯一スリー見たことが。スリーよ。トイストーリー3。唯一見たことがあるやつ。うん、あ、スリーはあんの？スリーだけある。スリーしかないのね。スリーしかない。まあ名作だけどね、スリーね。うん、うわあ、でもちょっと分かんないな。うわあ、ちょっとこれ分かんないわな。まあ、フルネームがあるけど、まあ有名な方かな。はいはい。4文字です。4文字。聞けばわーとはなりそうだね。これ人気、人気というかまあ超悪役だもんね、うん、ねえ、嫌なやつだよね、うん、なんかこんなんじゃなかった、なんか、うわー、わかんねえ、はい、4文字、いやー、わかんねえ、勘だわ、もう勘、なんかこんな響きじゃなかったっけ。え、4見たんですっけ、高橋さん。4見たよ、動画、あれ動画撮んなかったっけ。もう撮ったっけ。え、どっちだったんっけ、高橋さんは。いや、俺全然ありだと思う。ああ、俺もありなんですよね。うん、でも人によってはね、やっぱ人によってはないんですよね。4はやるんでしょ。ねえ、そうそうそう、どう、夢を見せるディズニー作品なんだけど、結構そのリアリティある、うん、そのリアリティある未来だったから、うん、そこの賛否だったんだね。ああ、なるほどね。まあでもそれ賛否あるのがやっぱ映画としてはいい作品ですよね、結果的に。確かに賛否あった方がいいんだから、うんうん、はい、何映画評論タイム入ってる。評論するの好きだからね。やっぱ何かに対して感想を言うのは好きだから、うん、それでやってきてますからここまで、うん、はい、やっぱりね、うん、はい、では、はい、高橋さん、すごい語ったやつ、語った人の回答がビンキー、ちょっと自信ない。では、K さん、バン、はい、ロスキー。似てるな、おい。いやいや、似てんのかよ。二人ともキーかよ。正解、ロッツォ。あー、ロッツォ、ロッツォ、伸ばさんやね、ロッツォね、はいはいはい、ロッツォハグベアというね、名前で、ロッツォね、うん、わかんないな、ロッそう、いや、忘れちゃってるな、そこまでは。保育園をね、支配するやつですからね、うん、はい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 、縦社会をね、教えてくれるクマでね、きっとね。そうだね、そうだ、そんな感じだったっけ。そういう感じだね、支配してね、はいはいはい、すごいね、なんかね。では次、ラスト、うん、はい、こちら、なんていうの、あれ、ちょっと待って、あれ、わかんないな、あるよね、はいはい、わかるわかるわかるんだけど、わかんないな、名前なんていうの。うわ、最近見ないな。ねえ、 LINE で来たての時めっちゃ見てたけど最近見ないな。あー、最近見ないのかな。スタンプが今多いからね、今。まあそうか、ねえ、うん、Kさんの金髪の人しか使わないもんね。
一番初期のね一番初期の金髪のねいやあの人何なんだろう ねあの人名前あるよね。あの人あるね多分ね使ったことあるかなあの人のグーしか使わないでしょ。あれね、グーしか振り向きざまのグーみたいな初期のやつなんかね。ちょっと待って、なんだっけ。いやわかんないな。文字数聞く。文字数4文字。4文字。いやわからん。4文字出ねえな。はい、いきました。はい、では K さん。バン熊蔵そんなゴリゴリの名前だったっけ。高橋さん。はい、バンサリー。サリー正解言っていいですか。はい、はい、正解はブラウンです。あブラウンだ。サリーは鳥の方です。聞いたことあるぞ。そうかそうか、うわそうだそうだ、鳥だったわ。聞いたことあるぞ。ブラウンだ、そうだ。ブラウン&サリーとかね、サリー&ブラウンだっけ、なんかそういうなんかアンドであったよね、なんかね。うん、ということでどっちが勝ちました。俺5か。俺はね同じか。同じじゃない。1234。いや俺5じゃない。なんで5なの。俺4だ。え5じゃない。あえまあ5か。ダッフィーにはあと1個。ダッフィーもか。だから5だ。え俺一緒じゃない。そしたらえ6だよ。そしたらえキューさん何当てたっけ。キューさんリラックマ、ハイソン、ユメア、クマモン。あそっかそっかそっか、同点だ。テッド当たった。同点。はいはい同点。じゃあちょっと1問だけ出して先言う。あ出た。やつにする。はいはい、たまにあるやつ。ではラスト、はい、こちら。はいはい、はい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 、月熊。ちょっと待って、俺今名前がね出てきてないんで、今ちょっと待ってください、ね、なんでなんでそんなんで出したんですか。早押しで早押しで一番ダメでしょそれ。はい早押し違いますか。も違う。あ違った。はいはい、はい、ムーングマ。違います。やだなムーングマ。何これわかんない。なんだこれ。なんだこれ。お月熊。違います。4文字。4文字。4文字。うん、はいはい、はい、熊蔵。いやお前好きだな。熊蔵気に入ってるじゃん。ブラウンですじゃないの。ブラウンでもないのよ別に。わかんないよ。え、なんだっけ。むずそうよな。4文字。あれなんだっけこれ。月、月熊。月関係ない気がするな。月関係ない。月関係ない。進化するんだよね確かね。そう進化したのはリングマ。そうそう。あーはい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 、うん、ミカ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 グマ、ミカグマ。ミカ月じゃないです。違います。はい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 、はい、すんごい。ミニグマ、ミニグマ。違います。はい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 、ショウグマ、ショウグマ。ちっちゃいとか。いや漢字でショウつけない。最初文字いますよ、はい、もうそしたらヒ。ヒ。はいはい、ヒノグマ。違います。はい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 、ケイさん。ヒコグマ、ヒコグマ。違います。え、ヒ。むずいかもね。はい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 、はい、ケイさん。ヒマグマ、ヒマグマ。違います。え、なんだこれ。はい、ヒナグマ、ヒナグマ。違います。ちょっと、もうちょいちゃんと難しい。なんかちゃんと難しかったわ。でもあと1文字でしょ。あと1文字でしょ。あ、そっか。でしょ、ってことでしょ。うん、はい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 、ヒルグマ、ヒルグマ。違います。はい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 、ヒユグマ。違います。ヒユ。はい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 、はい、ケイさん。ヒザグマ。違います。はい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 、めっちゃ言うやこいつ。ヒゲグマ、ヒゲグマ。違います。ずっと言うやん。はい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 。何ちょっと分かんない。これ当たんないじゃん。ヒガグマ。当ててください。違います。単語でありますよ。もうヒ単語になって、ヒと一文字、一文字で単語ってことね。四文字ではそんな単語はないけど。はいはい、あ、そういうこと。うん、はい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 、はい、ケイさん。ヒメグマ。正解。やったー。あー圧勝。もう、いや圧勝じゃねえよ。もうあんだけ言え当たるだろそのうち。いやいやこいつ待っても考えずに全部言ってたじゃないか。もう言いだ50問をとりあえず言いまくってみただけでなんだ圧勝なんだよ。あー、ヒメグマだ。いたね。金銀。金銀だね。ああいたわいたわ。難しいね。クマいっぱいいたね。ということでケイさんの圧勝でございます。圧勝もらえんのこれ。圧勝。ただただ言いまくってただけで圧勝ともらえんの。なんだこれ、わかんないよ。評価基準が。圧勝。評価される基準がわからん。はい、またこの動物シリーズ、動物シリーズね、ね、結構尽きてきちゃうんじゃない、はい、まあそりゃそうでしょう。いっぱいいるやつしなきゃいけないからね。魚とかいいんじゃない、いっぱい魚とかいいね。魚いるイメージあるけどな、うん、ねえ、うん、ねえ、またやりましょう、はい、ぜひ言いたい方は高評価お願いします。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。メンちゃん、タビちゃんも見てください。はい、明日も楽しみ。またね。ちょっと圧勝は圧勝、納得いかないです私。圧勝、圧勝はちょっと圧勝。
僕たちお願いします、海賊団と申します。